実際購入していただいた方々のお声っていうのを出していきたいなと思います。皆さん、奥様からの意見っていうのもねちらほらいただいておりました。サイズ感に関してはやっぱ人それぞれなんですよ。はい、本日はですね紙ネックレス正直なレビューということでお話していきたいなと思います。ということで、僕がね今このつけている自分で作ってるネックレスを自分で紙と呼ぶっていうね、まあ、僕は別に作ってるわけじゃなくて工場さんがしっかり作ってくれてるのを僕はただデザインしてるだけなんでしっかりねプロの方がやってくれてるんですけども、実はねおいおいおいこれ嘘ついてないかとかね、正直これサイズ感どうなんとかね、あと女性の反応どうですかと、まあ僕出てもらってるリホちゃんとかモデルのリホちゃんとかねすごいこれがいいとか言うてたけども、実際奥様からのねあの声なんかもあったりしますので、そういったほんまの実際購入していただいた方々のお声っていうのを出していきたいなと思います。ちょうどね販売してから1年ぐらいが経って、昨年まではもう予約販売でねなかなかこう生産が追いついてなかったんですけど、ようやくここに来てね生産が追いついてきたっていうところなんで、まあちょっと1年を記念してお話していこうかなと思います。まずはですねレビュー件数っていうのがね159件と、いい評価いただきました。ただ悪い評価っていうか普通やなーっていうのが2件ぐらいあって、まあ残念やなっていうのは今のところはないんですけども、まあ、もし仮にね残念やなって思う方はねおそらくまだ購入されてない方やと思いますので、一応購入していただいた方にはねその残念やったっていうお声はなかったというふうに思っております。ただやっぱ微妙な意見もねありますので、それを真摯に受けていこうじゃないかと。まずじゃあ微妙な意見からいきましょう。意見ばっかり言っててもねお前うさんくさいなと、お前ほんまに元教員かと、そんなメガネかけてネックレスしてチャラチャラしてるけどマジで教員かと思われるかもしれないけど、あのほんまに教員でしたけどね、まあそれやっていきたいなと思うんですけど、まず普通やった意見、修理とか破損方法とか交換のやり方、修理代金も記載載せてくださいということをいただきまして、あの基本的にはね修理の代金とか交換とかっていうのは、まあ、無料で行ってるんですよ。だからよっぽど自分で潰したとかなったりしたら話変わってくるんですけど、普通に使ってもらってる分でお客様に有償でお金追加で払ってもらうってことはないんですよね。基本的には僕らが全てあの送料から何から修理費から全部負担してるって感じなんで、あの記載するにしてもまあ0円としか記載しようがないんですけども、まあ、あのメールアドレスありますのでそこに送ってきていただければ、これ今後ねここの住所に送ってください、まあここオフィスなんですけど、そんなこと言いますのでねぜひ見てみてください。でそれ以外にやったらですね、あの配送業者の状況分かりづらいと、佐川ですよねはてな、伝票番号を記載してくださいということをいただいておりまして、確かにね複数名の方からあの伝票のね番号入ってないぞっていうお声いただいておりまして、その都度ね、すいませんあのこちらになりますっていうのはお伝えさせていただいてるんですけども、本当にこれはね僕ら の, あの完全に悪いところなんですけど、そこまで手が回ってないんですよ。毎日の発送が多すぎて回ってないっていうのがあの嬉しいことなんですけど、まあ、本当に申し訳ないというか、だからあの問い合わせいただいた方にはちょっと直接、あなた何番ですっていうふうにお伝えさせていただいておりますので、この2件っていうのはもう悪い意見なんでね、あの本当にまあ僕らがちょっとそこまで手が足りてないっていうところになってるので、本当に真摯にね申し訳なかったなと思っております。それ以外のね意見っていうのは基本的にいい意見は多かったんですけども、正直これ嘘ついてるんちゃうっていうのもあったんでね、それをご紹介します。まずネックレスはとてもかっこよく気に入りましたと、ただお手入れ用のクロスがついてるって言ってたのについてなかったじゃないですかっていうお声いただきました。でこれは多分おそらく昨年の動画見ていただいてたんですよ。で昨年の動画にはまではつけてたんですよね。ただもう今はもうつけてないんですよ。だからそういう意味も込めてもう一回取り直しとかんとなと思って今取り直してるんですよね。だから今ネックレスの、クロスあの磨くやつはもうついてなくて、お手入れの仕方とかは動画出してるんですけど、その磨くやつはもう同封してないというふうに思っていただければなと思いますので、昨年とはちょっと変わってるっていうところなんで、あのそこの釈明というかねお伝えできてないところがありましたんで本当申し訳なかったなと思います。一応いい評価はくれてありましたけども、クロスついてなかったよというお声でした。あとね結構の方が言っていただいてたのが、作りがめちゃくちゃしっかりしてるっていうお声いただいててね、細部まで作り込まれてますっていう答えたんですけども、例えば、細部まで丁寧に作り込まれていて末永く愛用していきたいと思える一品ですって言っていただいたりだとか、全体的にクオリティが高いですということで、基本的には私は金かプラチナしか買わないんですけど、このベネチアは素直に1本欲しいと思えたんで、買いましたということで、品質向上しっかりしていること、とても信頼信用できる方だと思います。うさんくさい僕の顔を見て言っていただいてありがとうございます。嬉しいです。でそれ以外にやったら、某ハイブランドのネックレスにも見劣りしませんということなんで、まあ一応某ハイブランドのネックレスと同じ原料を使ってますので、あの、まあ、そこまで違いは出てこないんじゃないかなと思います。あとはデザイン分だけかな、クロスのデザインとか十字架のデザインとかドクロのデザインとか書いてくると高くなってくると思うんですけども、まあ、素材自体は一緒なんでね、品質に不満足いただいたっていう方はなかったんですよ。だからあの品質自体はもう全部you
皆さん気に入っていただけたんで嬉しいです。ちなみにブレスレットも今出してますし、アンクレット足につけるやつも全く同じシリーズで出してるので、よければ見ていただきたいなと思うんですけども、ただ女性からの意見って気になりますよね。皆さん、奥様からの意見っていうのもね、ちらほらいただいておりました。商品到着しました。シンプルで上品で満足です。嫁も気に入って嫁の部分も購入しましたって言ってくださった方もいらっしゃれば、逆に妻からはいきなり鼻で笑われておりますが、そんなこと気にせずにいきり倒していきますっていう人もいてるので、まあ全員の奥さんがいいっていう思ってるわけではないっていうところも、これ素直な意見やなと思ってご紹介させていただいております。で、他にもね、38歳で購入させていただきました。とても気に入っていますが、嫁からは似合わないと言われたので似合うように努力しますという方もいらっしゃったり、あとね、逆に嫁に見せたら可愛いと夫婦共用のものとなりましたということで、夫婦でお揃いで、あ、共用でつけて、じゃあ私つけるわ、僕つけるわっていう風につけてもらったりとか、あと夫婦用として2個買ってくれる方とかもいらっしゃったりするので、女性受けはね、そんなに悪くないんじゃないかなと思いますが、いきなりネックレス旦那がつけ出したら、こいつ何しに出してやろうなって思うから、そういう怪しさはあるかもしれないですけど、まあこの辺のね、素直な意見もありがとうございます。で、まあね、ざっとパン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 と出しますけど、まあ光沢がいいとかね、普段ネックレスしないですけども、あの気取ってなくてかっこいいですとか、さすがに平日にはつけられないので週末おしゃれでつけるのが楽しみとか、ショップの対応もグッと、商品もさりげなくて大人っぽいとか、 YouTube の動画見て購入決めました、商品のメンテナンス方法の動画もあってとても親切だと思いますということで言っていただいたりしてるんですけども、まあ、サイズ感に関してはやっぱ人それぞれなんですよ。僕はね、これ45センチでいつもつけてて、45やったらこんな感じで自分の首より一回り大きいぐらいでもつけれるし、やっぱ人によって首の太さ違うんで、卓造さんみたいにつけたんやけど45やったら犬の首輪みたいになりましたっていう人もいてたから、その辺のねサイズについてもお話していこうかなと思います。実はね、45買ったんやけども、首回りこの人38センチ、僕は50、私は50の方が似合ってましたということで、45やったらすぐこう服の中にこう隠れちゃうという人もいてて、確かにね、僕もこうやって服の中に隠れることあるんですけど、まあ、僕はこうやって周りからチラッと見えるぐらいでもいいかなと思ってるんですけど、ちょっと見せたい時なんかはね、確かに50の方がこうしっかり出てくるので。ちなみにね、今ね50持ってきました。こんな感じで箱で届くんですけど、これパッと開けてもらったら中にねシールが入ってますので、このシールね7枚集めてもらったら、後ろのあの時計あるじゃないですか、時計プレゼントしてるので関係ないですけど、これ7枚集めてくださいね。で、こんな感じで入ってます。で、パッて開けてもらうと、このスポンジ部分に引っかかってるので、このスポンジ取ってもらったらこんな感じであります。僕は普段45しかつけないんですけど、50つけると、まあ雰囲気どんな感じなのか見てもらいましょうか。こんな感じかな。50やったらもう完全にネックレスしてるよねっていうのが、もうまあ中にも入ってこへんしね、こうやって動いたりしても入ってこへんので、まあ、こういうちょっと見せたいっていう人はね、50ぐらいでもあの全然いいかなと思うし、まあ、首がもともとちょっと太めの人とかやったら50でもいいと思うんですけど、僕はまあさりげなく見せたいぐらいな感じの人なんで、まあ、これぐらいでもいいかなと思いますけど、まあ、僕つけてるやつやっぱちょっと色くすんでますね。こっちの方がね綺麗にやっぱ新品やから輝いてますけど、またメンテナンスの方法でも言ってるんですけどね、こういうクロスとかにギュッと拭いてあげたらすぐ綺麗になりますので、ぜひまたメンテナンスの方法も見ていただければなと思います。で、それ以外やったらですね、ちょっとチャラさマックスで行くんで、ちょっとサングラスかけますね。あの商品到着までとても早かったです。首周り41センチでぴったりでした。この人50買ってますね。だから首周りが40センチ超えてくると、もう50の方がちょうどいいかなと思います。僕37とかぐらいなんですよ、首周りが。だから45やったら8センチ分ぐらい余裕があるかなっていう感じですね。で、他にもこの方50買ってるんですけど、172センチ75キロでガッチリ体型で50センチ、まあ45の方が上品だったかなと思いますって書いてありますけども、まあ、そんな感じだったし、あと首周り36、僕よりちょっと細いかなぐらいの方は45センチ購入しましたと。で、服をタイトめに着られる方は45センチの方がいいし、オーバーサイズで服着られる方は50の方が向いてるかなと思いますということで言ってもらいました。で、どんな感じかですよね、こうさりげなく見せたいのか、それともこうはっきり見せたいのか、ちょっと待って、これ2連になってるから中入りましょう。でも僕の場合はね、これサングラスかけてこれやりすぎてるでしょ、ちょっとやりすぎてるなっていう、イキりすぎてるなっていう感じあるから、僕の場合はちょっとまあこれあんま見せすぎん方がいいかなっていう、これぐらいで、あ、なんかあの人イキってるけども首周り見るじゃないですか、めちゃくちゃイキってるやないかいぐらいでちょっと収まっとくのがいいかなと思ってね、こんな感じにしております。で、まあ迅速な対応でありがとうございますということで喜んでいただいてて、と基本的には当日発送します。朝の11時までやったらもう全部当日発送っていう感じでやってるので、まあ土日はお休みですけどね、それ以外は当日発送っていう感じでやってますので、11時までであればすぐにお送りさせていただきます。そしてネックレスの長さに悩みますが、45から50センチにサイズ変更をお願いしたところ、快く変えてくださいましたということで、なんかすごく嬉しかったですということで、まあ、喜んでいただけてよかったです。まあ、サイズ交換とかも実際ネットじゃわからないんで、つけてもらって、あ、微妙やったな、サイズ変えたいなって言ってもらったらそれを無料で変えてるので、まあ、最初も言ったんですけどね、やっぱネットの怖いとこって買ってサイズわからへんっていうのが一番怖いじゃないですか。だからまあとりあえず気に入ってもらったら買ってもらって、サイズ合わんなと思ったらすぐ言ってもらったらまた交換するっていう感じでね、僕もこうやって顔出ししてやってるんで適当なことできないんですよ。サイズ交換そんなんするわけないやろ、自分でやっとけとかって言ったりしたらね、
もう顔出してる以上二度と日本国内歩けんくなるじゃないですか。だから、まあ、ちゃんとお客さんに喜んでもらうためにはね、送料とかも負担するし、満足するまで交換してもらってっていうのは別にネックレスに限らずどの洋服にしてもそうやってやってるので、交換などはね、連絡いただければなと思います。で、去年ね購入していただいた方って予約で2ヶ月とか待ってもらってたんで、本当に申し訳なかったなと思って今回結構量を用意させていただきました。だから夏までは持つんちゃうかなと思ったんで、一応こうやって動画も出させてもらってるし、あともうクロスもついてないんでごめんなさいっていうところもね、動画にしたかったんで動画にさせていただいたということで、ネックレス僕持ってるよ、すごい気に入ってるよって方はね、またブレスレットも、18cm、20cmっていうのもあるし、アンクレットも今出してますので、ぜひぜひ見ていただければなということで、本日はですねネックレスのレビューを紹介してみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。